こんにちは、じゅんやです。いや寒いっすね今日は。で今から池袋の西部の屋上覚醒園さんに行ってきます。覚醒園さんに行って土をちょっと大量ってほどではないんですけども何袋か買ってきます。植え替え用の土がそろそろなくなってきているので、補充っていう感じで行ってきます。いやそれにしても今日寒いっすね。なんか急に寒くなってエアコンつけっぱで寝てたのかななんて思ったんですけれど、エアコンついてなくて本当単純に気温が急に下がったって感じです。気温が下がったとはいえ暑がりの自分はまだ半袖だし半ズボンだしサンダルだし夏真っ盛りっていう格好です。暑がりなんでこれぐらいがちょうどいいんですよね気温的に。渋谷握手。外装のガラスはほぼほぼはめ終わったのかな。ああ、ちょっと上の方がまだガラスはまってないところがありますね。おー、こうやって見るといよいよできてきたかなーって感じがします。いいっすね、いいっすね。で、今日っていうか、木、金、土、日？日曜日までやるのかな？今ちょうど東京ゲームショーやってるんですよね。自分はですね、初日の21日の木曜日に行ってきました。一応ビジネスデーっていう感じで行ってきて、いろいろ見てきました。で、その時の動画もいくつか撮ってはいたんですが、なんかちょっといまいちなので、東京ゲームショーの Vlog は作らずに没にします。あ、ちょっとこっちかな。で、その東京ゲームショー、あれ何喋ると思ってたんだっけかな。あ、そうそう、東京ゲームショーは主にビジネスソリューションブースっていうところに行って各、ブースを出展されている会社様に、説明を聞いたりとかしてなんかねちょっといろいろとまた刺激を受けてきました。一番って言うとあれなんですけども面白かったのは脳波測定をしてその、例えばゲームプレイをしている間脳波を測定して一番こう興奮したとかそういったものをグラフにしてそのプレイしたゲームのどのあたりがそうゲームのトータルとして一番エモーショナルな体験を与えられたのかっていうのを統計的に調べてそこからなんかゲームの質を高めていくっていう試みをやってる会社さんがあってその辺楽しかったな。あとはですね、サーバーのインフラとかやってる、まあ、うちの会社もほぼ同じ 業態でやってるんですけども、その会社様、いつもお世話になってる会社なんですけれども、そこに行って挨拶したりだとか、あ、そうそう、あと今回はですね、株式会社達人さんって知ってる方もいらっしゃるかと思うんですけども、80年代にシューティングゲームで隆盛を極めた東亜プランの、スタッフさんが再集結して作った会社なんですけどもその達人っていう、会社様のブースが今回初出展ということで一応そうあの達人のスタッフさんといろいろとお付き合いがあるんで楽しみに行ったんですけどもなんかびっくりするぐらいに広いブースを借りててすごいななんて思っちゃいました。なんか普段気軽に喋ってる代表の湯気さんとかがすごいなんかキラキラしてましたね。なんかそう湯気さんいくつかの新聞媒体にも取材されててなんかすげえ偉い人になっちゃったんだななんて思いつつ達人さんのブース見てゲームもプレイしてました。そんな感じかな東京ゲームショーの話はという感じで、東京ゲームショー Vlog にしようかと思っていたんですが動画素材としてはほとんどなかったので Vlog はなし。いくつか写真も撮っていたので、インサートで使うかもって感じでしょうかね。はい。ということで、西武池袋行ってきます。達人さんのブース。なんかさ、はい、めっちゃ広いね。広いですよね。これで、ね、何ブロック分なんですかね、これね。そうね。びっくりするぐらい広いブース。な、はい、新作あんの？後ろのモニタリアイ。あ、達人エクストリームってやつ。はい、あれ、足立がやってるやつは？いや、そうなんじゃないですか。あ、そうなんだ。会社名と一緒だ。
あ、そうなんだ。あとちょっと問い詰めてあれけど来ないんでしょ今日は。今日はそういらっしゃらない。そうなんだよね。うん。達人エクストリームプレイしてました。56歳のおじいさんにはちょっときついです、シューティングゲームは。 YouTube 顔出しても大丈夫ですか。顔は大丈夫。あ、大丈夫ですか。あ、顔は大丈夫ってからダメだと思う。そう。相変わらず、はい、達人の取締役ゆげさんです。お世話になります。っていうか、あの想像以上にでかくて、ブースが超ビビったんですけど、こんなこんなに達人のお偉いさん、ゆげさんと一緒にありがとうございます。はいはい、写真撮られて、はい、ありがとうございます。よいしょ、屋上到着。いやー曇ってますね。雨降ってないよりは、あ、違う、雨降ってるよりはマシか。ということで覚醒園さんやってきました。特別占い体験イベントにお立ち寄りくださいませ。さあ、それでは覚醒園さん潜入です。よし、買いました。おお、結構重たい。さあ、それじゃあ戻りましょうか。いやー曇ってますね。覚醒園さん行ってきました。まあ見ての通りなんですが、軽く紹介しますと、その前にこれファミリーマートで買ってきた世界ナンバーワンバリスタが認めたカフェラテ、エチオピアモカ 100%、 めちゃめちゃ美味しいです。はい、ということで、まあ買ってきたものなんですが、これですね、サボテン多肉植物培養土、これを3つ買って、あとはこちら赤玉土のごく小粒を買いました。そろそろなくなりそうだったので追加で買いましたが、なんかうちで使ってるっていうか、前買ったのよりも小粒なような気がするんだけど、あれってことは今使ってる赤玉土小粒なんですけども、覚醒さんで買ったものじゃないのか。うん、ちょっと忘れちゃった。まあけどかなり粒の小さいごく小粒、これを買いました。そしてこれカネヤのスリット鉢で、ですね、外径が10センチで高さが 7.5 センチという感じで、そこそこ広いんだけど浅めの鉢、これを買いました。10個、柔らか仕様のやつです。植え替えするときめっちゃ楽なやつです。これを10個買ってきました。という感じで、覚醒園さんで買ってきたもの、赤玉土ごく小粒とサボテン多肉植物培養土 ×3 とカネヤのスリット鉢、これはなんていう型番なんだろう、型番があった、これかな、 WD100S っていうやつを10個買いました。という感じです。でこれだけだとなので、ちょっと最近の植物事情というか、今日急に寒くなったりして、そろそろ冬型の季節になるんじゃないかななんと思うんですよ。とはいえ本当今日急に寒くなっただけで、なんか今週ずっと30度超え、30度は言ってないのか、まあずっと暑いままだったんで、いつになったら秋になるのやらなんて思ってはいたんですが、植物は如実に秋の雰囲気を感じていたようです。これかかり追いですなんですけれど、葉が出始めて起きそうですね。葉が出始めてるっていうことは起きたっていうことなんでしょうかね。おとんなかかり追いです。あとこっちもですね、ちょっと
全シーズンの枯葉に埋もれちゃってますが、新しい葉が出始めた、オトンナのスタインコフとユーフォルビオイデスの交配ハイブリッドのやつです。古い葉ってこのまま残しておくんでしょうかね。なんとなく刈り込みたいんだけど、どうしよう。とはいえ、ユーフォルビオイデス特有のこのトゲトゲがあるので、トゲトゲを切らないように葉だけ刈り込むっていうのは結構難しそうなんですよね。オトンナユーフォルビオイデスとスタインコフのハイブリッド、起き始めました。これはオトンナのレトロルサなんですが、こちらはまだ起きてないですね。オトンナのレトロルサって葉が枯れて、その枯れた葉がそのままこの株を包み込むように育っていくんですが、なんとなく自分はこの白い幹肌が好きなので、枯れた葉は切っちゃいました。これでいいのかどうかはちょっとわかんないんですけれど、ちょっと白い肌を見ていたいので切っちゃったということで、このオトンナレトロルサはまだ起きてないですね。起きる兆候もないのかな。パンパンに張ってるので死んじゃったっていうことではなさそうです。もう少し様子を見てみましょうかね。オトンナレトロルサ、うちにはですねかかり多いですが、もう2株あるんですが、これね、こいつも起きてないなって思っていたんですが、ここ映るかな、この端っこの方に葉が出始めました。やった、起きてくれました、よかった。ちょっとねかなりちっちゃいかかりオイデスなんですよ。あのモーションの中ちゃんと夏越ししてくれるかなと心配だったんですが、ちゃんと夏越ししてくれて葉が出始めたということで、しっかり起きてくれました。よかったよかった、めっちゃ嬉しいです。でもう一株かかりオイデス、こっちはどうだ、まだ起きてなさそうな気はするんですが、花芽は上がってきてるんですよね。これどういうことでしょうか。花芽が上がるより先に葉っぱが出てほしいんですけれど、ということでこっちはまだ起きてないのかな、起きてるのかな、花芽が上がってるってことは。まあまずは光合成をしてほしいので葉が出てほしいななんて思ってるオトンナかかりオイデスでした。でですね、この3株のかかりオイデスを、春ぐらいにいろいろと受粉させたりして取った種を、先々週ぐらいかな、低温湿潤処理をしていたんですよ。それを、9月22日、つまり昨日、その低温湿潤処理で発芽した種をこんな感じにプレステラに植えておきました。いくつあるんだ、全部で1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 10株あります。でですね、これとこれは双葉、あ、こっちもか、これこの3株は双葉が開き始めているので、まあそれなりに成長し始めてるっていう感じですね。あとこっちの4つはどうだろう、オトンナの種を水で濡らすとゲル状になるんですけれども、ゲル状に包まれたままそこから出てこれてないような感じなんですよね。これどうすればいいんでしょうね。春ぐらいにオトンナかかりオイですとか、オトンナクラビフォリアの種まきをしたんですけれど、そのゲル状に包まれたままそのまま死んじゃうって株が何株かあったんですよね。どうすればいいんでしょう、ほっとけばいいのかな。オトンナ特有のゲル状に包まれた状態からちゃんとこういった双葉に育てさせるためにはどうすればいいのか、どなたか知ってたら教えてくださいという感じで、オトンナかかりオイデスの種まき全部で10粒まいておきました。来年の春にかけていい感じに育ってくれるといいかななんて思っております。こちらこちら、これはですね、まずこっちにしましょうか。このタグで思い当たる方、正解です。エリオクエストさんのところで買ったアルブカコンコルディアナ。いつだったっけかな ?9 月に入って早々に、球根から芽が出始めて、今、こんな感じ。さあ、これですね、前シーズンまでは割とゆるふわなカールだったんですけれども、そのカールの具合は、今回はどんな感じで葉が巻いてくれるのか、ちょっと楽しみです。で、この、前シーズンから残ってるこの葉、あ、これは葉じゃないのか、花芽か、
花芽の残りとかこの辺の葉とかはなんかうまく取れないんですけど、無理に取っちゃうと傷つけちゃうかなと思ってそのままにしてるんですよね。これはどうすればいいんでしょうか。そのままでいいのかなってという感じで、一応そのままにしていますが、こんな感じでアルブカコンコルディアナいい感じに芽吹いてきました。でうちにはもう一株アルブカコンコルディアナがあって、こっちもですね若干出足は遅れましたが球根から芽が出てきました。かわいいな。こっちの株はですねこのエリオクエストさんで買った株よりもかなりきつめにカールを巻く葉じゃないか、カールを巻く株なので、今回もまたいい感じにくるくる巻いてくれるんじゃないかなと思います。さあといった感じで冬型の匂いを感じつつ、うちの植物環境も少しずつ冬型に移行していますよっていう話でした。また種をまいていました。何の種をまいていたかというとですね、このプレステラがギムノカリキウムバッテリーです。で残り3つがアロイノプシススクーネーシーの種をまきました。で手前の2つがシードストックさんで買った種です。ギムノカリキウムバッテリーとプレステラ1つ分のアロイノプシススクーネーシーはシードストックさんで買った種、それぞれ20粒買いました。なんですけれどアロイノプシススクーネーシーの種ってものすごくちっちゃいんですよね。1ミリにも満たないぐらいのサイズで、ゴマよりもちっちゃいサイズなんですよ。それを20粒なんですけども、律儀に20粒数えて詰めてくれるはずもなく、だいたい20粒以上あって、ちゃんと数えてないんですが30粒ぐらいはあったんじゃないかなと思います。それをこのプレステラに巻きました。あとギムノカリキウムバッテリーもアロイノプシススクーネーシーほどちっちゃいってわけじゃないんですが、かなりちっちゃい種だったので、同様に20粒以上あって30粒、こっちも同様に30粒ぐらいあったかな、巻きました。でこっちは実はうちで採れた種なんですよ。これについてはちょっと後で話します。シードストックさんで買ったギムノカリキウムバッテリーとアロイノプシススクーネーシーの種を撒いたんですが、ちょっとねこっちのギムノカリキウムバッテリーがね、悲しい出来事が起きちゃったんですよね。2度ほどカビにやられちゃったんですよ。最初のカビにやられたのがこのプレステラのだいたい4分の1ぐらい、白いカビが生えちゃってて、このスプーンでこうすくったわけですが、当然この4分の1の区画に巻いた種はもうごっそり取らざるを得なくて、そこで離脱しちゃったんですよ。でその後またこの辺かな、この辺にカビが生えて、同様にスプーンですくって、おそらくその時にも種がいくつか離脱ということで、今のところ発芽しているのが1つ2粒のみです。ちょっと残念な発芽率になっちゃってますね。まあまあカビにやられちゃったっていうのもあるんですけれど、もう少し発芽してほしいななんて思ってるんですよね。という感じでギムノカリキウムバッテリーでした。次にギムノカリキウムバッテリーと同じくシードストックさんで買ったアロイノプシススクーネーシー、先ほど言った通り30粒ぐらいはあったかと思う種を撒いた結果、悲しい感じなんですよね。今のところ確認できてるのが1、2以上2株のみですよ。発芽が2株のみ、ちょっと悲しい発芽率になっちゃってますね。こっちももうちょっと発芽してくれてもいいのにななんて思ってるんですよね。という感じでシードストックさんで買ったギムノカリキウムバッテリーとアロイノプシススクーネーシー、それぞれ2株ずつしか今のところ発芽してません。まあこっちはちょっとカビでやられちゃったっていうのもあるんですけれど、アロイノプシススクーネーシーはもうちょっと発芽してほしいななんて思っております。さあそしてこちら、こっちの2つのプレステラのアロイノプシススクーネーシーの種は実はうちで採れた種なんですよ。そうなんですよ。実はうちでアロイノプシススクーネーシーの種が取れちゃっていたんですよね。
全然気がつかなかったんですよ。というのもですね、うちにアロイノプシススクーネーシーが3株あって、そのうち2株が花ついていたんですよ、春先ぐらいに。で、何気なしにその花同士を受粉させて種ができればいいかななんて思っていたんですよ。なんですけど、アロイノプシススクーネーシーの種のつき方とか全然知らなかったんで、それはもうそのまま放置していて、花もそのうち終わっちゃって、種ができたかできなかったか分からずじまいで、そのまま夏を越して、このシードストックさんで買ったアロイノプシススクーネーシーの種を見て、何気なしにその終わっちゃった花を取って、なんかもみもみしたんですよ。そしたらなんかちっちゃいつぶつぶがたくさん落ちてきたんですよね。それを見て、このシードストックさんで買った種と同じじゃんってのが分かって、実はうちでアロイノプシススクーネーシの種ができていたってことが分かって、急遽この2つのプレステラにうちで採れた種をまいたっていう感じなんですよ。結果何粒か数えきれないぐらい発芽してるという、ちょっと驚くべき発芽率。いいですね、いいですね。一方でシードストックさんのはちょっと残念な発芽率になっちゃってるんですけど、まあこっちうちで採れた種の発芽率がめちゃめちゃいいんで、ちょっとアロイナプシススクーネーシーの森も期待できるんじゃないかなと思って、今大切に育てているところですといった感じですかね。ギムのカリキウムバッテリーはもう少し発芽してほしいななんて思ってるんですよね。うん、といった感じで、実はこっそり種をまいていましたっていう話です。といったところで、今回の Vlog はこの辺で終了です。今回も Vlog を見ていただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録、高評価、コメントなんかをいただけるとありがたいです。ではでは。